はいひと月清水です、えー、これ本日5月、えー、31日に撮っているんですけど、先ほど朝日新聞で号外が出ました。えー、それは何かというと、ですね維新の馬場代表ね、えー、こちらがですねあの自民党に尻尾を振りまくって、えー、政治資金規正法ね、えー、改正案をめぐって、ですね僕、賛成しまーすってこう言って、ですねお前、何やっとんねんと、裏金、ね、僕も大好きでーすっていうですね、えー、尻尾を振っております。 もうこれだから維新はね、うん、ダメだなと思うんですけど、ちなみに公明党が今頑張っててですね、あーのーこれ5月31日の11時9分のニュースなんですが、えー、今、党首会談をやっていて、えー、パーケンの公開基準をね、あの最初10万円をね、やめろと、ね、うん、え5万円にしてくれというふうに言って、まあ、公明党はきちんとこうガタ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 こうやってる、抵抗してる最中のところに維新がですね、僕先に賛成しちゃうみたいな感じで。 まあ、あの時系列はね実際ほぼ同時ぐらいの感じでおそらく公明党も自分の最終選案調整して飲んだりとかするんだろうけどこの維新のババってやつはさなんなんこいつって思うかもしれませんが、えー、ちょっと前の文春がありまして維新参議院が連続告発ババ代表じゃ衆院選は惨敗です5月8日なんですよね。でこの文春法の中にですねあのパババさんのですね 発言が載ってるんですよこれ吉村共同代表の方は今年の1月政党はパーティーを全面禁止すべき政治資金の非課税措置もやめるべきという大胆な主張をしたんですよ吉村さん。うん、でもこのこっちのねあの馬場ババさんがですね「パーティー券売らなきゃ事務所も維持できひんや何言うてまんねん」っていうふうになって、えー「吉村何言うてんねん政治には金がかかるんや」というふうに言いね えー、吉見に近い、えー、意見を持つ足立氏や、えー、衆院若手の青柳さんや小野泰輔さんたちが抗議し小野さんなんかはね元熊本県副知事で、あのー、前回、えー、初めて東京で、えー、受かった人なんですけどもう離島だみたいなくらいまで切れてたという内幕があるんですよだから馬場さん的にはもうもう,もう何でもいいのもう裏金維新って言われてもいいのパーティー系大好きだなーみたいな。 感じにこうなってておりまして今全力でじゃあ5万円超だったらどんな抜け道があるかなっていうふうに、まあ、考えている最中でございましてもうね、この公明党の後釜を狙う維新の尻尾の振りっぷりがお前はもう尻尾っ,っつうかケツごとちぎれるぞとこれが何やってたらっていうことで、えー、本間さんと話をしたいというふうに思っております。 まあこれと、とりあえずあれなんだね、公明が提示していた5万円は、うん、の案を自民党は飲んだそうです、<で>はいえー、FNN プライムオンラインでいくと、ですね。まず岸田さんが首相官邸で、えー、公明党の代表とあの維新の代表と、まあ、会談をすると、でそれがですね、えー、理由が政治資金規正法の改正案。 ね、パーケン公開基準を公明案受け入れ5万円超とでこれね最初20万円だったんですよでそれでいっぱい抜け道ができてしまって、えー、なんか自民党が10万円でっていうふうに言ってたけど公明党があーのー1回はそれで飲んだんですよね飲んだんだけども,もあーのー結局やっぱりそれを翻してやっぱダメだよってもうなんか。 次の日にししたりしてたりてんですごかったなと思うんですけどでそれでやっぱ5万円じゃないと駄目ですっていうふうに言って。 で山口代表は、まあ、この提案を含む自民党の案を了承する示姿勢を示し、会談後、岸田首相からはパーティー収入の上限について5万円にするとの考えに修正したいということだった、えー、2点目は政策活動費については第三者機関を設置するその内容を監査審査するお話があったそれらを初めて伺ったので実施の時期など施工時期についても修正の中で調整するという話だった党内に持ち帰って検討するというふうに。 こう言っていていですね山口代表は岸田首相からの提案について評価する姿勢を示し公明党は5万円という考えを維持すると明確に申してきた野党の中でも国民民主党日本維新の会も5万円を主張している状況でした自民党が5万円と明確におっしゃったので与野党の幅広い合意に立ったものと評価しているとっていう感じでございます。う,ーんうんまあ公明党はだから一昨日ぐらぐいの段階で えー、10万円を飲むって言ってさすが公明も下駄の雪だやっぱり下駄の雪なんだって<あ>ずっと言ってたんだけど、うん、そしたらなんか下駄の雪にも三分乗り <laughs> じゃ下駄の雪じゃ嫌だっていう公明党の党員の,党員の方々がですね、うんうん、本部に電話が殺到してきたらしいんで <laughs> そりゃそうでしょ <laughs> はい学会やめとこのろうって、物罰責免みたいな感じの電話が。なんかね、ものすごい電話がなりまくったらしくて、うんうん、それで結局、山口代表が、うん、いや,やっぱりもう、5万円案じゃないと譲れないっていうことで、昨日またひっくり返った。うんうん、だから、俺もなんかニュース見てたあれなんか公明がなんか抵抗してるけど、あれこれ、一回賛成したよなそう。見てたら。うん まああの1、ー、回翻った。うん、で、自民党のその要するに接衝しているやつが、もう本当、意外にしろよとかって思ったんだけど、うん、そもそもこの打ち合わせをしてるのは一体誰が悪いんだってことを考えると自民党だから、まあ、ちょっとなんも言えんわなみたいな話になってるらしくて。で とりあえず、これで、えっと、公明党は、まあ。公明党は、まあ、自民党が五万円に賛成するんであれば。オッケーになると。うん、と思っていたら。石井とで会談した馬場が。五、うん、万円にすんの?。じゃ、オッケー。あの、公明党の山口代表は、五月三十一日十二時の時点ではですね、党内に持ち帰。 で検討する。まあね、そうだよね。はい、今ね。でババ代表に関しては、もう党内に持ち帰る前に、もうお損失する方向で行きますって。はい。なんかダメみたいな。多分これまたね、維新の内部であの不満が溜まりますよ。だって独断速決に見えるよね。いや,ーや、まあ、まあババさん根回ししたのか。いやしてないな。 だってこの文春法出たの5月8日ですよ。今これ5月31日だよ。うん、で、吉村さんとかとももめにもめてて、で、いろいろ言うてたのに、あな、まあこれでっていうふうに、いくん。まあこれで維新が賛成しちゃうと、うん、あのー、野党も、えー、まあ数の上ではもう全然、うん、普通に。えー 標高採決しても通ってしまうという,うん、うん、ことになるんで、まあ、月内、あのー、今日の新聞の見出しでは、うん、月衆議院の月内通過はもう難しいって出、うん、まあ来月頭、うんうん、来週っていうふうに報道されてたけど、だからまあ、多分今日にこだわらないで、来週月曜日とか火曜日になるんだろうけど、あるいは今日やっちゃう。あるいは今日や夜やっちゃうっていう手もなくはない。 だだって維新が賛成するんだでそしたらむしろ立憲民主党的にはですねなんかこう暴れて抗議できるからちょっと、うん、都知事選にはなんか風が吹きそうな気はしますけど、うん、ちなみにあの今回、えー、立憲民主党の,あの規制案に関してはですねこれ立憲民主党の、えー、本気の政治改革実現に向けた法制上の措置骨子全体像と書いてあるんですけど。 あの政治資金パーティーおよび企業の団体献金は全面的に禁止これ政治資金パーティーは全面禁止しますって書いてるんですよで立憲民主党以外の,あの日本維新の会や公明党自民党は「いやパーティーはいいんですよと」とでパーティーはいいんだけどもあのそのパーケンの公開基準、まあ、誰が買ったかとかに関してはあの5万円の 以上はちょっと勘弁していや10万円だったらどうかなとかっていう、まあ、正直とてもくだらない議論をしていると思いますだから立憲民主党的にはねここの,あの政治資金パーティーは全面禁止であるとでこの3番目にあのこれすごいいいこと書いてんなっていうふうに、えっと、思うんですけどあのこのね改革ね、えー、1企業団体からの寄付を禁止2 政治資金パーーティーは全面禁止3個人の寄付への税額控除抜本拡充って書いてるじゃないですか。うん、で今ねあの政党に寄付しても全額あの税額控除ならないんですよ。でこれが仮に100%あの控除されると例えば、えー、と立憲民主党に10万円私が寄付しましたれいわ新選組に10万寄付しましたとか、えー、あるいは日本保守党に寄付しましたとかね N 国党に寄付しましたとか、まあ、いろいろあるじゃないですか。 うん、でそうするとそれが全部寄付は控除で落ちますっていうことになったらやっぱこれはすごく民主主義的だと思いませんか、うん、要するにあのダイワハウスと大和、ねうん、ハウスグループと万博の脈々ちゃんがあの絡んでるとで吉村の政治資金パーティーに参加した大和、えー、ハウスのところに万博の仕事が流れるとでも本当にダイワハウスのね 社員たちは吉村支持なんですかここの個人としてね。うん、って考えた時にやっぱ違うと思うんですよ。だから自分の,あの意思でこの政党を応援するっていうふうにねできるようになった方が私は民主主義にかなってるしそのもやっとね企業として無理やりやらせるっていうのは私はやめた方がいいなっていうふうに思うから立憲民主党の方が私は筋が通ってると。 思うんですけどこんなに立派な案言っといて岡田克也とか大串博とかはまだ禁止じゃないんでパーティーやっておっかとかって言って、えー、なんかブチギレたら次の日になんかめちゃくちゃブチギレて配信したら次の日にパーティー中止っていうふうに出て当たり前じゃんそんなのお前俺だけでも俺と本間さんの会以外でも多分そこら中から公明党見たらめっちゃ連絡来たやろっていうふうに。 まあそうだねだから日本維新の会と自民党と公明党のこのものをも,もちゃもちゃしてるのは正直あの茶番劇だと思いますよあのだから根幹変わらないからさ、うん、彼ら彼らね。で立憲の案はとにかく根幹を変える。うん、でここでさあのー、一体じゃあそのパーどうしてそんなに パーーティーやりたいいのよっていうねもう何でそんなパーティーピーポーなんだお前らは。そ何でお前らそんなにパーティーピーポーなのっていうパリピなのっていう。まあパリピだよ。話なんだけどまあそれは実は立憲の議員たちもみんなあの言ってるのは野党野党が言ってるのは自民党とそんなに変わらなくって。 まあ、秘書の給与を捻出するのに必要不可欠なんだっっん、ね。要するに、あの、公設秘書は税金で賄われるけど施設秘書、ね、私あ,あそれは3人までだから。うん、今の法律では3人まで。うん、で、で、その3人までは、まあもちろん税金で払われるけれども、それ以上のスタッフを抱えると、それは全部私費で賄わなきゃならない。うん、まあ、俗に言う私設秘書っていうやつだよね。うん、で、 んとこれね、やっぱりね、選挙区の大きさとかにもよるんだよね。要するにカバーしなきゃならない、うんうん、距離がでかいとか、うん、あとやっぱり街がでかいとか、うん、っていうことになってくると、その、まあ、いろんな陳情を受けるっていうことを、うん、その処理にどうしても、まあ、人数が必要なの、うん、つまり例えばほら 国会で、国会の事務所にも、まあ、中堅議員だったら、多分一生、もうそこだけでも3、4人必要だよね、うん、やっぱね、普通。だけどほら、あと地元に必要じゃない。うん、だから3人だと、どうしても足りないっていう、うん、まあそういう理屈がある。うん、で、その分をパーケンで養っているので、この先どないしようっていう話なんだが。うん だがまあ俺は思うんだけど確かにそれはカバーする陳情をすべてに対応するっていうふうに考えれば全然なく必要なわけよし書ってさ。なもん当たり前やんな。だけど,だけど、うん、そこをまあ全て一緒のあのあれにするえっと条件をね、うん、条件を一緒にしたら今度は金持ちしかなれねえじゃねえかっていう言い方もなくはないんだけど。うん まあそれはまたちょっと選挙の段階での話だから、俺、ちょっと違うと思ってって、うん、とりあえず条件を同じにす,るすれば、まあ、その範囲内でやるように収まっていくじゃない、結局。だから、つまり今、10人雇っていても、10人も雇えないということになれば、半分に減り、うんうん、下手すると公設秘書が3人になるかもしれない。うんうんで 逆に言うと公設秘書3人がではどうしても足りないって言うんだったら5人まで国費を認めるとかそういうやり方っていうのも本当は検討しなきゃいけないんだけど、うん、今それを全部ほっぱらかしにして、うん、パーケーンいくらでだよパーキンいくらだったらいいんだよいくらだったらいいんだよっていう議論ばっかりやってるからあのー、まあ5万なの10万なのってわけわかんない話をしてて本当はその 根幹部分で一体いくら必要なんだっていうのは本当はちゃんと真面目に話をしたほうがいいんで、これねもうね、3人税金で雇えるわけじゃないですかうんねで、日経民主党の案だと個人の寄付の控除を拡大することができるわけでしょうんじゃあ個人から集めなさいよ、自分で自分の選挙区行って寄付をお願いしますって、<laughs> ね 言えよそれができるわけでそれがなん条件を一緒にしてね、うん、条件を一緒にしてそうやればいいんだよね、まあ、言い方で。で多分ねあのよくねあの私が「乾杯ださい!」ってね、えー、三菱 UFJ 銀行駅舎支店ヤンガーラック級ガーガーラックヤンガーラック級ガーガーラック乾杯よろしくっていうふうに言うじゃないですかあれ結構びっくりされるんですよ。そんな堂々とお金をあのなんか欲しいって言っていいんですか ちょっとなななんか僕にはできいいみたいな、ね、やっぱりこう日本人ってねあのあんまりそういうふうに慣れてないよね、まあ、日本人っていうか根性ないだけだと私は思いますけどねあのー、どういうことかっていうとですねじゃあ直接あのご指示だけるんであればあのこちらに寄付もしていただけると嬉しいですって個人を回るのは嫌だとだから立憲民主党とか日本維新の会とか自民党っていうあれはこの 組織にあの参加してくださいとで寄付も直接寄付っていうんじゃなくてパーティーに来ていただけると嬉しいなと。でそのパーティーは実際2万円なんだけども出てくるのは例えばミス1本だけで、えー、利益率95%で実質寄付っていう建て前がないとお金が集められない。うん、でもそれってさもともと民主主義って一人一人の支持を集めてあの自分がね あ認められて票を入れてもらうっていうのが根本なのにいやお金集める時だけは一人一人に頭下げるのはちょっと嫌ですとかっていうのはまあ、政治家として根性ねえよそれ、まあ、何やってんだよお前、まあ、大統領選挙見てみろよアメリカのバイデン大統領もトランプ大統領も乾杯よろしくってめちゃくちゃ言ってるからそれでめっちゃ集めてるじゃん。うんそれが民主主義だよ一人一人のお金で集めてそれでなんかあの だって本当に企業のパーティー券買う人たちだって実際吉村支持なのか馬場支持なのか自民党支持なのかっていうと仕方なく言ってる人多いと思うよそういうのをあの撤廃する意味でも政治資金パーティーなんか全部禁止だよ個人からもらえいいんだよ<あ>と私は思いますうんまあ俺もあのー、全ての音悪,、うんまあ、諸悪の温床になっちゃったんだけどさ、うん 結局ね、うん、自民党のこの画会は今どっから始まったかっ,ったらそっから始まってるわけですからだからこれは一旦中止っていうのはやっぱりもう世論の,あの方向っていうのはやっぱりそっちなんだよね結局ね。ていうか自分の選挙民から寄付も募れねえような根性なしはこれからの中国アメリカインドインドネシアが台頭してくる中でどうやって戦うんや んだかないよだから衰退するだけで沈んでいくやろまっ、あ、そんな企業献金がないとダメなんですとかって言ってるような議員はクビじゃん <laughs> パーティーっていうあの言い訳がないと僕お金集められないんです秘書も雇えないんです雇わなくていいよじゃあ落ちちまえよって <laughs> 一人一人頭下げて三菱 UFJ 銀行 AF 調支店4569556カンパよろしくっていうふうに言えよ自分で あそういうことできんのかな、うん、そうね。まあ個人から集めるってなったらそうするしかないもんな。やったらええやんけ。と思うが、まあ多分、お行儀がいい立憲民主党の大串選挙対策委員長様なんかは無理なんでしょうね。もうほら東大法学部出て財務省、大蔵省行ってから政治家になってたら頭下げて金もらうって、どうやってやるのっていう感じなのはかるけどさ、そりゃ。 何でも税金でやりゃいいじゃん。<laughs> だったらお金をさ、その、何やろうな、誰か雇って、それこそ別に私は雇われたくないけど、代わりに営業マン雇えばいいじゃん。なん,なんそうね。まあだから、まあ自己、事故、政治の方に話を戻すと。うん 理由っていうのはまあ一応それぞれある。だからパー、なんでそんなパリピやるんだっていうと、まあ、一応一番大きな理由は、秘書が多くなればなるほど厳しくなる。だからパーティーやらざるを得ない。うん、っていうようなのはまあ彼らの理屈なんだよね。うん、だけどまあそれがさ、もう悪の、もう悪事の温床になっちゃったわけだから、からもうやっぱり制度的に何か変えていくしかないわけで。うん、で、それが今。うん えー、公開基準が5万円っていうところで妥協しつつある。茶番劇劇ですよこでまあそれだってさそれであとはじゃあその公開多分ね細かいところですぐ、うんえっと、公開するのか。 何年後かに公開するのかとか、またいろんなところであの自民党は一生懸命そこでさ、また何かどうにかして隠すようにするわけです。もう抜け道どっかねえかーってこういう風に考えるんですよ。<laughs> まあ考えてるよね。だから結局は多分、維新だってそれはそ同じだから、同じ穴の虫の中です。だからやっぱりこれは 一体そもそも今話し合ってんのって何だんだしたっけっていう話で、ねうん、バーティーやって金かき集めてそれを記載にしてでシーカーもそこから中抜きしたりキックバックしたのが今そもそもの問題なんだ、うん、やっぱりもう全面禁止で俺もいいと思う,ようにます全面禁止しないとでそもそも,も同じことそもそも論で言うと政治資金規制法って <laughs> まあどういうふうに改正されてできていったかっていうと、まあ、戦後を作られてでその時はあの、まあ、金集めバンバンこうやってたんですよ。でそれで金権政治、まあ、特にあのリクルート事件ですよ1988年のリクルート事件あれですごく大変なことになって。 で、えーまあ、政治改革、まあ、細川政権の時だったと思うんですけども自民党と一緒にいろいろもんで変えたわけじゃないですかで小選挙区制度になって中選挙区がなくなって要するに金券政治はやめましょうとお前ら金集めばっかりしかやってないじゃないかと企業からリクルート事件なんか置く単位じゃねえかよお前何やっとんねんっていうふうに、まあ、国民が怒ったわけですよね。ででそれで、うん 国民が政党交付金って言って今だと、えー、国民一人当たり250円ぐらい全体予算で250億から300億円くらい我々払ってるんですよでそれを得票数と議席数に応じて自民党日本維新の会国民民主党っていうふうに分けて払いますねだから政治に集中しなさいこれでパーケンとか企業の献金集めとかやっちゃダメですよでそれが <laughs> 20世紀末に行われた改革のはずでしょそれなのに、政党交付金欲しいでも足らないのパーにやらしてやらしてとかって方、お前ら、お前、もともと自分らで消えたこともできんのかいっていう。だからそこのそもそものがおかしいます。政,治政党女性制度の導入は、何のためかって言ったら、こうやって金集めばっかりしないように税金で払ってあげるから政治に集中しろって話はなかった だったよだけど、パーケャンくれ、パーキャンくれで。<laughs> でその公開基準2十万円じゃなくて、次5万円でするから、パーケンンくれ、パーケャンくれとかっつって。何だまあでも、維新が乗っかったことでもう、今国会成立は間違いない。ねつまり、えー、企業献金中禁止はもう消えるということね、これはね。まあ政治資金消えるというか、達成できないていうね。そういうことでしょう。ね いやーもういやまあそのね内容がどうかっていうのはまあもうあるんだけど維新やっぱりきたねいやきたよほんやっぱりきたねっていうこれね維新本当にもしかすると下手すると抜ける人間が出てくるかもしれないね抜けろもうこんなところ、うん、抜けちまえいやーでもね、まあ,あ<の>これ やっぱりこの、だってさ、絶対賛成しねえよって、昨日も言ってたぜ、バ,バあ頭にババの代わりにクソが積もってるんで、ちょっと覚えておりません。そう、いううことそう自民党はなんか絶対賛成しねえよって言ってたくせにさ、あ,あっさりと、あっ、OK、大丈夫です。ところで、岸田総理、あの。 国土交通大臣とは言いませんが環境大臣ぐらいポスト空いてませんかねみたいな脈々の予算もつけてねってすごいよねクソだよでもああ本当すごいわでもあの政治資金パーティーをなくすことその企業団体献金をねあのなくすことの一番のメリットっていうのは、まあ、私もさっき言いましたけどやっぱり個人が寄付をするっていうことですよ 例えば日本医師会とかあのすごく自民党に寄付とかしてますよね自動車業界とかもでもじゃあお医者さんの人たちは本当に全員自民党支持なのかって言ったら違うじゃないですか、うん、でもそこに所属してると強制的に入れられるっていうねこれやっぱ民主主義として反してるから個人が表明して入れるっていう形にねしたら私は一番いいと思ううん、うん、で個人からあのお金を集められる人 がきちんとあの皆さんの、まあ、政治をやっていくっていうのはすごくいいことだと思いますけどねただ一つデメリットがあるとするとポピュリズムに長けている人がめちゃくちゃ金を集められるといううんそうことになってしまうのでまあそこはまあなんだろう政党交付金残したまんまでもいいかもしれないまあポピュリズムというとですよ本間さん最後にちょこっとだけ触れておきましょうか やはりお金をバンバン集められて有罪判決が出たら金を集める。えー、もう民主主義の元祖アメリカ合衆国元大統領トランプ氏裁判全34罪状有罪判決、ね。これ全部に有罪っていうのがなかなかスパイスが効いてるよなこれな。だけどもうすでにトランプ陣はこれでは、ね、打撃受けないと思うよ。 うんもうこれはもうバイデンによって操つつられていると民主主義は司法は歪められているっていうふうになんかあの翼の党の1億倍でかい <laughs> 感じ昨日あの BS のさワールドニュースで、うん、ほら、うん、アメリカのテレビ局がもうずっと全局追いかけて <laughs> そりゃそうだよこれはもう、ね、で見てたら、うん、う共和党支持者の、うん えー、で、バイデンがもし、あ、ごめん、えっと、トランプがもし有罪だったら。うん、トランプに、あの、票を入れんのやめっかーっていうふうに聞かれたら。うんうん、わずか五六パーセントぐらいしか、やめるって答えたやついないの。いやー、すごいね。うん、すごい。すごい。え、六十五パーセントは態度は変わらない,って書いて。すごい。<laughs> えー、そうなのって、お前ら。いや、そうですよ、<う>そりゃ。 関係ないです。全て陰謀です。<laughs> バイデンの陰謀です。民主党政権はこの自由の国を破壊しようとしている。すごいよ。こう <laughs> いう感じで <laughs>。<laughs> すごいよ。<laughs> 本当に。<laughs> ああこれ日本だったら、お前、これ有罪判決出た瞬間に政治生命終わりだろうっていう感じだけど。いや、まあ、でも、ほら、田中角栄もね、あの裁判受けながら、ちゃんと当選とかもしてるから。まあね、はいあそこまで行くと別格だっていうのは、つまりトランプもあそこまでの存在になったっていうことか。まあ、トランプと田中角栄はちょっと時代が違いすぎるんで、なんとも言えないですけど、まあ、でもね、あの <laughs>、 ベストの制度ってなななかかいですもともと確かにね、うん、有罪が確定したわけじゃない要素心もあるから確定ではないんだが、うん、でもさ34の最状全部がさ有罪ってさこれはあれだけどこっちは無罪っていうのがないってすごいねほんとねいやいやもう何を言ってるんですか本間さん ね、トランプにの有罪判決っていうのはバイデンの陰謀ですよ、うん、そもそもトランプはその闇の勢力に操られたバイデン、ね、それが司法を操って光の戦士たるトランプ様に有罪というレッテルを貼ったこれはもうむしろドンと行為だと逆効果だと戦え集えトランプの戦士たちをと。 <laughs> いう感じの人たち結構いますよ。なるほどな。<laughs> いやちょっとさ、もうそういう、はい、そういう人たちゃもうちょっと勘弁してよって思ってるけど、それが政権取っちゃいそうだってただから怖い。<笑><笑>え、皆さん、トランプさんが政権を取るとですね、ちょっとあのー、えー、あんまりひとつきマさスの視聴者には関係ない話ですけど、ビットコインが熱いです。うん、あのね、今ね、 トランプ大統領がもうビットコイン暗号資産関係の、えーえーまあ、自分が大統領になったらもう規制は撤廃するとねもうどんどん応援するアメリカの新しい産業だみたいなこと言ってるんですよでそれに伴ってバイデンもあの暗号資産の規制とかをねどんどん緩めてあのイーサリアムっていう暗号資産があるんですけどあれが SEC にあ、えー、と現物承認されるなんていうふうにはまあされる予定でなかったのに 急にされると。で、いきなり10%くらいバーンがあったりとかしてですね。はい、なので、あの暗号資産界隈の人はこの多分大統領選挙、めちゃくちゃ注目してると思います。なるほど、うん、みんなトランプに入れんじゃないいや、みんなトランプだ。バイでもめちゃくちゃ今、オリップさん、うん、うん、まあ、ビットコインイーサリアもリップルリップルみたいな感じでやってるから。<laughs> <laughs> でもね、みんな思いません日本は誰にチュッチュッてやるとしたら、トヨタとかですよ。でも、 なもうバイデンおじいちゃんですよねトランプもいい年ですよ、うん、それが Web3.0 の暗号資産に対してリップサービスをするいやなんか向こうの国ってやっぱ進んでんだなっていまだにこっちは自動車産業です <laughs> 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 ああまあそういうねまあそういうのもあるけどやっぱりそういうのをなんとか あの古い産業との癒着を断つためにも政治資金パーティー企業団体献金の禁止っていうのはやった方が私はいいと思います、えー、そんなわけで今日も読書っていうことでちょっとねあの政治家の皆さんお金の集め方知らないんだったら私が教えてあげます、ね、三菱 UFJ 銀行駅長選4569556にね乾くださいって私がもうこの番組でも何万回言ったことがね <laughs> <laughs> それで、えー、大丈夫ですよ きちんと堂々と皆さんの政治信条を語ってお金をねあの間歩を募れば来ますよそれが民主主義のね実現にもなると思うよということで、えー、本間さん本日もありがとうございましたありがとうございます相変わらずパパはクソでしたしはい今日もありがとうございます電通と戦う本間隆さんはですね、えー、なかなかメディアラジオいろんなところに呼ばれないんですね で、本も広告がされません。皆様のンパがないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ、本間さんの本を買ったり、カンパよろしくお願いします。現金も、クレジットカードもどっちも対応します。よろしく。今日も読書。それでは。